文京区幼女殺人事件は、1999年11月22日、東京都文京区音羽で2歳の幼女が殺害され遺棄された殺人、死体遺棄事件である。被疑者の逮捕直後、お受験と呼ばれる幼稚園、小学校への入学試験にまつわる受験戦争が犯行動機とされ、お受験が大きくクローズアップされたことから、 お受験殺人事件または音羽・お,とわお受験殺人事件とも呼ばれる単に発生地名からつけただけの音羽事件といった故障が用いられる場合もある事件の概要1999年11月22日文京区音羽にある音羽幼稚園において同園に通園している被害者の兄の園児を迎えに 被害者女児の母は園児の妹、被害者女児を伴って同園を訪れた。被害者の母が他の園児の母たちと談話中に、被害者女児、当時2歳、が行方不明になり、母親たちと幼稚園の職員が被害者女児を探したが発見できず警察に通報した。警察は2歳の被害者女児が一人で遠方へ移動することは困難と考え、 何者かが被害者女児を略取、誘拐、監禁している可能性があると判断し、公開捜査を開始した。1999年11月25日、同園に長男が通園している園児の母、山田光子35歳は夫に付き添われて警察に自首し、被害者女児の殺害としたい棄を供述した。 山田美津子は、被害者の遺体を静岡県の志田郡大井川町、現、焼津市にある山田美津子の両親の自宅に隣接する山林に埋めたと供述し、警察が山田美津子の供述に基づいて遺体を発見、被害者女児の両親が遺体を被害者女児であると確認し、警察は山田美津子を殺人と死体遺棄の被疑者として逮捕した。 山田光子は11月22日、長女を伴って長男を迎えに動園を訪れたときに、偶然一人で遊んでいる被害者女児を目撃し、被害者女児が被害者女児の母や他の園児の母たちから目視されていない状況を利用して、被害者女児を動園に隣接する寺の境内の公衆トイレの個室内に連れ込んで身につけていたマフラーで締め殺し、 持参していいた黒い大きなバッグに被害者女児が行方不明になり、被害者女児の母や他の園児の母たちと幼稚園職員が被害者女児を捜索しているときに、山田光子が長男と長女を連れて帰宅するところに被害者女児の母親と偶然遭遇し、被害者女児の母親は山田光子に被害者女児の行方を知っているか尋ねたが、 山田光子は被害者女児の母親の質問に対して被害者女児のことは知らないとしらばっくれたその時山田光子はすでに被害者女児を殺害し大きなバッグの中に被害者女児の遺体を入れて帰宅するところだった山田光子は大井川町現在の焼津市で出生生育した山田光子は少女期に病気で入院した時に 根節丁寧な看護を受けた看護師に感銘を受け、将来看護師として働くことを希望するようになる。その希望を全うし、高校、短期大学ともに看護科に進学し、卒業後は看護師として就職した。就職して1ヶ月後に病棟で担当していた患者が死亡したことに衝撃を受けて退職。1年8ヶ月間、 自宅で引きこもりの生活を続け、引きこもり中に睡眠薬を大量に服用する自殺未遂をしたり、過食と拒食により体重の著しい増減を繰り返していた。その後考え直して看護師として再就職した。再就職後も過食と拒食を繰り返し、精神の安定を求めて参加したボランティア活動。 宗教活動で後に結婚する夫と出会った。山田光子は夫と結婚後、東京都文京区に転居した。夫は近所の寺に勤める僧侶であった。山田光子は幼児、児童、少女、成人の各時期とも、几帳面で責任感が強く、何々しなければならない、と思い込む強迫性障害、内向的。 感感受性が著しく敏感であるとされたまた感情の起伏が激しく感情を表現や発散せず内面に蓄積するなど感情の自己管理が苦手であった対人コミュニケーションと対人関係の形成が苦手で友人・知人の関係が乏しかった自分が他者からどのように評価されているかに著しく執着し 自分が他者から良い評価をされるように対人関係を演出した。客観的に多様な観点から考えることが苦手で主観的に特定の観点だけから考えて思い込む傾向にあった。山田光子は高校進学時に自宅から通学に2時間かかる掛川市の高校に進学した。次に遠方の埼玉県浦和市、現在の埼玉市。 の短期大学に進学、就職先も浜松市の病院に就職した。復職後は静岡市、結婚時に文京区と、常に知人のいない環境を求めて転々としている。独身時代の山田光子は、自分を知る人が誰もいない世界へ転置して逃避する方法で、人間関係や自分が帰属する環境から受ける精神的な苦痛、剣を、 重圧が事故の耐久限界を超え精神的に暴発することを予防していた。犯行の経緯、動機、山田光子は長男を出産後、彼の公演デビューで、後に自分が殺害する被害者女児の母で、自分の長男と同じ年齢の長男の被害者の母と面識ができ、交友うう関係を持つようになった。 山田光子は被害者の母に親近感を持ち、東京に転居して以来親しい友人が一人もいなかった山田光子にとって被害者の母は、自分の親友になってくれるかもしれない、と期待し願望していた。逆に被害者の母は山田光子のことを、自分と同年齢の長男を持つ近所の友人、と認識していたが、山田光子ほどの深い感情は持たなかった。 しかし、少なくとも当時の山田光子と被害者の母の関係は良好であり、特に問題はなかった。1998年4月に山田光子と被害者の母の長男が音羽幼稚園に入園した後、山田光子の被害者の母親に対する感情に変化が生じた。山田光子は内向的な性格で、 他者とのコミュニケーションや人間関係の形成が苦手で、長男が幼稚園に入園後も被害者の母以外の園児の母たちとは親しくなれなかった。被害者の母は開放的、社交的な性格で友人関係の形成が得意で、音が幼稚園に子供を通園させている母たちとの友人関係が広がっていた。 もともと山田光子と被害者の母は相手に対する感情移入の質量が異なっていたところに被害者の母は幼稚園の母親友達との交友関係が増加し相対的に被害者の母と山田光子との関係は希薄化していた山田光子の被害者の母に対する親友になってほしいという期待感被害者の母にとっては過剰に期待された感情移入に 被害者の母が答えなかっただけでなく、被害者の母の友人関係の広がりによる山田光子との関係の希薄化が原因で、山田光子が被害者の母に対して持っていた親近感が嫌悪感に転嫁、増大していった。山田光子は被害者の母の自分や自分の子供に対する言動を全て悪意的な先入観で解釈し、 被害者の母の言動の一つ一つに耐え難いほどの嫌悪を感じるようになった。しかし山田光子は幼稚園仲間である被害者の母や他の母たちに対しても、円満な関係を形成し維持しなければならないという脅迫的観念を持ち、また他者から良い評価を得るために被害者の母や他の母たちとも良好な関係を持っているかのように表面的には偽装していた。 内面には被害者の母に対する嫌悪感に満ちているため山田美津子にとっては耐え難い苦痛であった山田美津子は感受性が著しく敏感で感情の起伏が激しいため自分と長男長女に対する被害者の母の言動に日常的に嫌悪感を持っていたが感情を表現発散できずに内面に蓄積していた その感情の自己管理が困難で、精神的に耐えられなくなった。山田光子は夫に被害者の母に対する嫌悪感を打ち明け、被害者の母と顔を合わすことは精神的に耐えられず山田光子の長男の幼稚園を変更したいと夫と長男に相談した。しかし長男は、現在通っている幼稚園を続けたい、と主張し、 夫も、長男が現在通っている幼稚園に馴染んでいるので帰る必要はないと反対され、被害者の母に対して嫌悪感を持つなら、できるだけ被害者の母と関わらないようにすればよいと意見した。山田美津子は、被害者の母に対する耐え難い嫌悪感と、表面的に円満な関係を偽装する責任感と、今後も長男、長女の通学、 通園のために被害者の母と顔を合わせ言葉を交わす関係が続くという絶望感から正常な思考能力を失いこの状況から脱却するために被害者の母を殺害したいと飛躍した考えをするようになった山田光子は夫に対して被害者の母を殺害するかもしれないと告白するようになったが 夫は妻の常識外れの言動を悪質な冗談と認識して山田美津子に対して真摯に助言することも山田美津子の精神的な悩みの解決に協力することもなかった山田美津子が被害者ジョジを殺害した時被害者の母や他の母たちの視線が一瞬被害者ジョジから離れた隙を利用して 山美津子は被害者ジョジを幼稚園に隣接する寺の境内の公衆トイレの個室に連れ込み、彼女がつけていたマフラーで絞め殺したので、殺害行為自体は衝動的であるとの推測も成り立つが、被害者の母を殺害したいと夫に告白していたこと。 当時2歳8ヶ月の幼女だった被害者女児の遺体を入れて運んだ大きなバッグを持参していたので計画性があったとの推測も成り立つ山田光子は裁判で自分と自分の長男長女に対して行われた被害者の母の言動の具体例を提示したしかし山田光子にとって耐え難い嫌悪と感じる被害者の母の言動とは標準的な性格 感受性、考え方のものから見ると、いずれも日常のありふれた会話や言動であり、特に嫌悪感や不快感を抱くほどのものでもなく、山田光子に対する部別、武漏、いじめ、排斥と認識されるような言動でもなかった。検察官、弁護人、裁判官、傍聴者、取材記者は、山田光子の得意な性格、感受性、考え方によって、 被害者の母の言動をすべて悪意的に解釈した山田光子の主観的な思い込みによる被害妄想であると認識した裁判の経過結果裁判で山田光子は被害者の母ではなく被害者ジョジを殺害した理由について尋問された時にこの状況から脱却したかった被害者ジョジが被害者の母と同一の存在に思えたと供述している 検察官は山田美津子に対して、被害者の母を殺すのではなく、被害者の母にとってかけがえのない大事な存在である被害者女児を殺害することで、被害者の母に対して生きながら耐え難い苦痛、悲嘆、絶望を与えようという悪魔的な動機により被害者女児を殺害したのではないかと尋問した。山田美津子はそのような動機は考えたことはないと否定している。 裁判所もその点を否定している。2001年12月5日、東京地裁、大谷直人裁判長は起訴事実と犯行の動機のいずれも検察官の主張を全面的に認定。犯行の原因、責任は全て山田光子個人の得意性にあると認定し、検察官の懲役18年の休刑に対して、 被告人山田光子に懲役14年の判決をした。検察官は量刑が不当に軽いという理由で控訴した。2002年11月26日、東京高裁は起訴事実と犯行の動機のいずれも検察官の主張を全面的に認定し、検察官の控訴を認め、地裁判決を破棄して被告人山田光子に懲役15年の判決をした。 被告人、弁護人も検察官も上告せずこの判決が確定した。2002年12月4日、東京地裁は被害者女児の両親が被害者女児を殺害した山田光子に対して約1億3700万円の損害賠償を求めた民事裁判で、山田光子に約6100万円の損害賠償の支払いを命じる判決をし、 そのうち約1970万円は、両親の請求通り毎月22日の月命日に約8万円ずつ分割で20年かけて支払うよう命じた。山田光子は同判決に基づく支払いを実行しておらず、被害者女児の両親が山田光子が受刑中の刑務所に請求書を郵送しているが、山田光子受刑者から返信がない状態である。 事件が与えた影響、一部の出版社が、山田光子は被害者の母のいじめ、排斥に追い詰められて殺人をした被害者であり、真の加害者は被害者の母であると報道したことに関して、被害者の母は出版社に対し名誉毀損の損害賠償と謝罪広告を求める民事裁判を起こした。出版社はいずれも報道が事実でなかったことを認め、 謝罪広告の掲載を承諾して被害者の母と和解した。